フードドライブは家庭に残っている未開封の食料品をお客さんに店頭へ持ってきてもらい、その後フードバンク団体を通じて子ども食堂などに無償で届ける活動です。イオン九州はこれまで97件の系列を含む92店舗で実施していましたが、近くの店でも対応してほしいというお客さんの声もあり、昨日から実施店舗をおよそ2倍となる182店舗に拡大しました。最初はですね、フードドライブって何っていうふうな話もありましたけども、お客様に、フードロスの削減とはとかですね、福祉というところで何ができるのかというところを少しでもですね、お伝えできればと。フードドライブはお米や缶詰、レトルト食品など賞味期限が1ヶ月以上あり、常温保存が可能なものを対象として、受付は毎月第2月曜日から第3日曜日までの7日間となっています。